Thank you.
ですね、多分お手元の、あのアンケートっぽいものの下から2番目にある Tell Me a Bedtime Story という曲で、あの有名なピアニストで、ハービー・ハンコックっていう人がいるんですけど、あのその人の作った曲です。はい、まあ、今の曲は結構しっとりしたかな。あのイントロもあの考えたってさっき頭がさんが言ってくれたんですけど、なんかこれもなんか何気なく練習の時 に2回ぐらい前の時に僕は何気なく弾いてたら、あ、それいいじゃんみたいな、それやろうよみたいな、まあ、そういうノリで作った出来たての、割と出来たてのイントロでした、さっきのやつは。でも結構あの僕はあんまりなんか、あ、こういうメロディーをなんか弾いたら多分かっこいいなっていうのを浮かべる能力が多分そんななくて、なんかどっちかっていうと彼らの方がなんか、いやまたさ、年の方はなんか、こういう音入れてみてよみたいな、でなんかこう提案してくるわけですよ、まあ、特にこのドラムの彼が。でこういう音入れてみたら、こういう音入れてみたらって言って、あ、こういう感じかなみたいな、あ、それいいじゃんみたいなっていう、なんか本当にさ、なんか協力し合って作ってるのが多いですね、今回やる曲は。でまあ今の曲も結構そういう感じがありました。はい、では次の曲に行きたいと思います。次の曲はオールドフォークスという曲でして、まあ下から何番目かにあると思いますけど、あのちなみにそ、あの今さっき来た方のためにあのもう一回説明しますと、それは曲順ではありません、あのアルファベット順です。はい、では次はオールドフォークスという一曲を読みたいと思います。